パチンコとは、それは日本のギャンブルの一つです。パチンコの盤には釘が無数にあり、その釘を通り抽選穴に玉を入れます。遊戯方法。1. ここにお金を入れます。50は5000円を意味します。貸し玉ボタン。2. ボタンを押してください。3. ハンドルを回して球を飛ばします。4. 最初は左打ちしてください。5. ここに球が入れば抽選がされます。当たり確率は機種により変わります。外れです。当たる場合、だったら乗りこなしてくださいよ先輩。虹は当たり確定演出です。ちなみに1球の値段は4円までです。1球4円の場合、1000円が5分ぐらいでなくなります。気をつけてくださいね。最近は1球1円のパチンコも人気があります。まずは1円パチンコから楽しんでみるといいですよ。6人じゃない、私が束ねるこの歌は76だ。パチンコの演出は一般的に色で当たる可能性の強さが示唆されます。強い順に虹、赤、緑、青となっています。今流れている演出は一番当たる可能性が高い演出です。当たったら右打ちです。著作権の都合で音楽を差し替えました。
下な玉が溢れるので抜き玉ボタンを押して下の計測器に流してください。何玉持っているかここで見られます。ボーナスのための抽選を行います。右に玉を打って抽選口に入れます。分解される者どもの悲鳴はそこで聞け。アルカノイズ多数出現中。機種の場合当たりの約2分の1でさらに大きな当たりになります。検知されたアルカノイズの反応約3000。変動あたりになりましたね。大当たりにも種類があります。一番残念な大当たりでした。その後連続大当たりがありました。3連目です。これは確変、確率変動と呼ばれ、一度当たるとこの機種では次も 80% の確率で当たりが続きます。この機種では最初の当たりが約200分の1、確変に入る確率が約2分の1なので実質400分の1が当たりの確率です。もっと確率が大きなものはそれが約630分の1になります。パチンコの還元率は 85% ぐらいなのでほどほどに楽しんでくださいね。これが一番大きい当たりです。さらに当たり続けます。Vストック ×2 というのはこの当たりの後に2つ当たりが確定しているという意味です。その後ここで当たらなければ確変終了です。
が終了しました。最後に何玉もらえたかこの画面でわかります。勝負勝負なら左打ちしましょう。遊戯終了。8、返却ボタンを押してください。9、OK ボタンを押してください。10、玉数がカードに記録されています。換金は違法のため直接できません。詳しくは別の動画にて出そうと思います。登録をよろしくお願いします。